おまけ編で06ブルズの本拠地花園セントラルスタジアムまでちょっと歩いてみたいと思うので、もうちょっとお付き合いください。お付き合いください。今ね工事してるんでね、ちょっとこんなとこ歩くんですけどね、多分ラグビー場完成したらもっとこう道としても歩きやすくて、あの景観のいいものになるかなと思うんで、今工事中なんでね、どうしようもないんでね、多分ほとんどあの真ん中の階段からずーっと上がってね、向こうの陸上競技場とか行くんですけど、なぜもうマスク暑いんで近道します。この辺とかも多分なんかまた綺麗な色になるんですかね。緑が多いからいいですよね。今ねラグビー場知ってる人多いんですけどね、野球場知らん人おるんでね、ちょっとねブルーズの試合見に来てもらうためにもこの動画ちょっと実は大事やったりするんで、自販機も捉えてます。これなんか顔変わるんですかね、なんか画面みたいになってるんですけど、さすがにトライ君の感覚持ってないですね。今これが作り直してるんですよ。この辺でね球場があるんでね、ちょっと今から行きますね。あっちもねラグビーのグラウンド、お前見た時よりだいぶグラウンド綺麗になってるんですよね。でこっちが中央公園、公園ですね。広いな。1月とかね、消防の出初め式とかここでやってて、ヘリコプター来てる自衛隊とかパトカーとか白バイとかものすごい数来てますよ。いつもうち子供連れてくるんですよ。ここはね、いつでもね誰でも帰れるところなんでね、遊びに来たら結構土曜日、日曜日とかね、家族連れでお子さん連れて遊びに来たりしてるんで。ブルーズの選手もたまにね、ここでランニング走り込みしたりしてるみたいです。ここにね、あるのがね、ドリーム21ってね、お子さんなんかすごい遊びのところなの。あっちにねラグビーの形したロケット、東大阪ロケットの街なんで、そのロケットとラグビーが一緒になったモニュメントが、あそこは子供多いですよ。いつもちょうどね06ブルーズのねシーズン始まる2月ぐらいはね、ここで村上監督の陸上部っていう名のしごきが、大体みんなもうダウンしてますね。今フリーナー祭りの時はねプロレスリング支援さんがねここでリング組んで試合やったりしてて、来年ぐらいオファーもらえたら出たいな思ってたんですけど、市場が僕試合しないレスラーなの、まあ、ギャラ次第ですけど。今もすごいよく遊んではりますね。そういうのがあっていいですよね、東大阪市民。そろそろ野球場見えてきましたよ。ブルーズの選手はね、もう練習してる時間じゃないんで行けないと思うんですけど、もうよく行ってはりますね、平日やのに。歩いてきてるとこはね、ずっと散歩道になっててね、市民の方がようみんな歩いてはるんですよ。あ、見えてきましたね。
ちょうどね、ラグビー場のね、バックスタンドの裏になるんですよ。こっち側のスタンドはね、全部シート付け終わってるみたいで、手前のね、綺麗な芝生がね、なんか第3グラウンドになるんですよね。第2なんですよ。綺麗な芝生ですよね、あれ。ラグビー場もね、来年の9月ぐらい完成なんですけど、今年の年末に高校ラグビーがあって、その時だけ一回工事が中断するんですよ。高校ラグビーだけをやるみたいですね。聖地花園なんで。工事の人は大変やと思いますけどね。こっちのグラウンドもね、ライナーズさんがね、練習試合したり、ちょっとなんかいろいろやってはりますね。ライト側の入り口になるんですよ、ね、今勝手に中入って怒られるんでね。あそこにバックネット、スコアボードがあって、ちょうど今ライト側からセンター、レフト側にビューッと見えてるんですけど、ここがね、あの06ブルーズの本拠地です。ここも綺麗な芝ですよ ね。ラグビーワールドカップがあるんで、ラグビーのね、ラグビー場来ていただいたついでにね、花園でブルーズも試合やってるんで、ぜひこっちまでちょっと足伸ばして06ブルーズの応援しにぜひ来てください。僕もたまにですけど行ってますんで、お待ちしてます。